メビウス村正メビウスは、シャープが1995年から2010年まで販売していたパーソナルコンピュータおよび2014年から2016年まで販売していたタブレット PC のブランド名。アメリカでは、アクショスやワイドなどの名称であるが、ロゴのメビウスマークは日本と変わらない。当初、デスクトップパソコンとノートパソコンが両立していたが、一時期、 デスクトップ型は消滅しノート型のみとなっていた。その後、AV サーバの TX シリーズがラインナップに加わり、一旦はデスクトップ型が復活していたが、インターネットアクオスにとって変わられた。2009年をもってパソコンの生産を打ち切っていることを2010年10月21日に発表した。この結果、 1978年の MZ-80K 以来続いていたシャープのパソコン事業は31年の歴史に幕を一発閉じた。2013年9月30日、タブレット PC としてブランドを2014年より復活させることを発表した。法人向け Windows 8.1搭載タブレット PC であり、当初個人への販売は予定されていなかったが、 後に価格を大幅に下げて個人への販売も行われた。2018年現在、すでに全製品の販売は終了しているが、同年に東芝から東芝クライアントソリューションを参加に入れたシャープはダイナブックとして PC 事業に再参入した。詳細は当該項目を参照。MN シリーズ以外は、片番の頭に PC マイナスがつくシャープ。 パソコンの生産中止2010年10月21日、msn3khttp コロンスラッシュスラッシュ www.jiji.com スラッシュ jc スラッシュ c、g e ルエコ3 0 k イコール2兆130億9300万671から2013年9月30日時々、ドットコム」ありがとうございます。